給食中にダジャレを言うやつは誰じゃ。わしじゃ。というわけでダジャレ仙人ゴーオンジーが給食中のダジャレをチェックしていくぞ。給食のメニューは様々なダジャレが隠されておる。つまりはダジャレの宝庫なんじゃ。わーい、ダジャレダジャレ。早く食べないと給食の時間終わっちゃうよ。給食で使えるダジャレを言うのは誰じゃ。10選スタート。やっほーい、今日はみんな大好きカレーなんだぜ。いただきます。はん、うんうんうん。どうしたのゴーオンジー。このカレー、カレー。え、ヒックシン、犯人はペケツか。このカレー、カレー。給食のカレーが辛いなんてあんまりないから学校では使えないかもな。10ダジャレポイントゲット。やっほーい、お肉なんだぜ。お肉、お肉。ルイ、これって何のお肉。これは鶏肉だよ。わー、いただきます。あれ、あれ、取りにくい。お肉がツルツルっと滑るときに使えるぞ。50ダジャレポイントゲット。給食がフランス料理だったら最高なのにな。今日は和食だね。うわー、ショック。それじゃあゴーの給食は僕がもらうね。あー、やめてくれ。今日の給食は和食か。うわー、ショック。給食のメニューには和食が多いからたくさん使えそうなんだぜ。80ダジャレポイントゲット。私、イカって苦手なのよね。それじゃあゴーンジ君に食べてもらえば。グリーンピース以外なら何でも好きそうだし。そうしよっと。ゴーンジ君。うん、どうしたんだ。あ、このイカはいかが。ヒクショ。おお、モブミちゃん、ナイスダジャレ。今のは違うの。照れなくてもいいのに。イカはいかが。イカを友達にあげるときに使えるダジャレ。でもイカは美味しいからあんまり使えないんだぜ。30ダジャレポイントゲット。わあ、このスープあったかくて美味しい。うまいな。今日は寒いからあったかいものが美味しいよね。ルイ、おかわり。はいはい、ちょっと待っててね。俺もおかわりしようかな。はい、どうぞ。ルイ、まだあったかいスープはあったかい。あったかいスープはあったかい。スープをおかわりしたいときに使えるぞ。60ダジャレポイントゲット。この肉団子のタレ美味しいね。うん、そうだな。あ、そうだ、タレが残るのもったいないからこうやってレタスにつけてった。あー、どうしたんだゴーンジ。レタスにつけたタレが垂れたっす。ヘックシュ、早く洗ってきなさい。レタスにつけたタレが垂れたっす。2つの言葉を使えるダジャレなんだぜ。これを言いたくってタレをわざとこぼしたのは秘密なんだぜ。100ダジャレポイントゲット。よし、これで給食配り終えたかな。ルイ、ご飯ないよ。ご飯にご飯ないぞ。ごめんごめん。ご飯にご飯がない。給食当番がご飯にだけご飯を配ってないという超レアな状況でしか使えないダジャレだ。90ダジャレポイントゲット。やった、アイス好き。いや、俺の方が好きなんだぜ。ゴーゴの方が大好きだよ。いやいや、俺の方が大好きだ。なぜなら俺は一生アイスをアイスって誓ったんだぜ。フィクション。寒くて食べられないからゴーアイスあげる。俺も。私も。やった、アイス食べ放題なんだぜ。アイスをアイス。アイスは食べ過ぎるとお腹壊しちゃうからほどほどに合いそうな。50ダジャレポイントゲット。今日のデザートはバナナか。ペケツ、俺の分やるんだぜ。え、いいの、やった。にしししし、辛いカレーの仕返しなんだぜ。バナナ、バナナ。待て、そんなバナナ。ヒックシュ。そんなバナナ、そんなバカなっていう感じで使うダジャレだ。20ダジャレポイントゲット。今日の給食も美味しかったね。デザートがあれば最高なのにな。え、こう、何それ。ん、これはワッフルじゃん。いいな、僕にもちょうだい。え、それどうしたの。って、そのワッフル去年のじゃん。ワッフル、ヒクシン、そのワッフル去年のじゃん。ワッフル、去年のでもワンちゃん。いや、絶対食べないでよ。90ダジャレポイントゲット。という感じで、給食にはたくさんのダジャレが隠れていて楽しいじゃろう。楽しかった。しかし喉が渇いた。お、こんなところに牛乳が。あー、それ飲んじゃった、知らない。それじゃ最後にこのゴーオンジーがとっておきのダジャレを。はぁ、これは大変なことになるよ。このパターン前にも。今日の献立、ゴーンだって。
給食がコーンになった。ゴーがさっき飲んだの、言ったことが本当になる嘘から出たマコートだからね。またゴーチ、私たちの給食返せ。ゴーのせいで今日の給食はコーンしか出てこんかった。ピクシュン、チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわ。